ところでキアナ、いつから天球史の災害に裏があると気づいたの？ゾンビを片付けているとき、その中に知っている顔があったの。そのゾンビは、一ヶ月前に私が助けた女の人だった。彼女を見つけたとき、すごくショックで。委員長、覚えてる？天球史の崩壊獣災害は、私の中の彼女が再び目覚める兆しなんじゃないかって。ええ。その時あなたとは関係がないと私は言った。あなたの状況を私はずっと見てきたから。うん。もし私の中の律者人格が崩壊獣を呼び寄せたのなら、私の周りに現れるはずだって教えてくれたんだよね。その言葉で、今回の糸口を掴んだの。崩壊獣とゾンビは、崩壊エネルギーの高い場所に集まるから。見て、天球史周辺の災害発生地を地図に表すと、あるものを中心にしていることがわかるの。上条製薬の工業エリア。簡単で効率的な考え方。キアナらしくない。流浪生活唯一のメリットは、怠惰でいられないところだね。こういう生活は初めてじゃないし。あなたの推測が正しければ、あの巨大な工業エリアには、今回の災害の秘密が隠されている。しかし残念ながら、まだ決定的な証拠は手に入れていない。だから、天命がこの件を調べるよう、天命を巻き込もうって、委員長が提案してくれたんだよね。私たちよりも天命はこの件に注目しているはずだからね。一応、ここ一帯の援助計画には天命も参加している。私は、天命を信用できない。リタがどう出るかも想像できない。私たちが差し出した情報をもとに、捜査を始めてくれるのか、それとも、無視して私を捕まえようとするのか。でも、リタの選択がどうであれ、私はこの件を最後まで追うよ。これは試練なの。彼女に対するものであって、私に対するものでもあるから。よし。キアナ、そろそろ状況を確認しよう。予想通り、ヴァルキリーたちが行動を開始している。じゃあ、次は私たちの番だね。何ぼーっとしてるの？艦長。ドクター・ド・ローデット。わかった。アイアイさー。準備できたよ。
ういうこと？あのバルキリーたち、反撃をする力も残っていないみたいだ。まるで一般人が崩壊獣を相手にしているような。何かがおかしい。キアナ、気をつけて。この人たち、怪我がひどいよ。放っておいたら彼女たちは。キアナ、私たちに残された時間は多くない。分かってるけど。楽勝だよ。わかった。マイク。楽勝だ。ここは私のホームグラウンドだよ。前に。ロックと&ローデッド、前に進もう。審判の時は来た。ここは私のホームで。まだそんなにひどくないみたいだけど、他のバルキリーたちは一方的に殺されてるよね。奴らは卑劣だ。催涙ガスを使って体の力が抜けていって、わかった。それ以上喋らないで。体力を無駄に消耗しちゃダメ。リタさんがまだ下にいる。危ない。あんた、まずは自分の命を考えなさいよ。お願い、リタさんを助けて。わかった。準備できたよ。先ほどのバルキリーの言葉、リタさんがまだ下にいるというのは、おそらくここのことだろう。どうやら近いみたいだね。下から崩壊エネルギー反応を感じるよ。リタはまだ下で戦ってるのかな。キアナ、時間がない。リタさんを助けるか、ここの秘密を暴くか決めるんだ。今夜何を食べるか考えないと。分かった。ロックと&ロール。
わかった。メイドさんの答えはもう出たみたいだね。はあ、これは一時的な選択に過ぎません。まだ突破する力は残ってるよね、メイドさん。やはりそうだったか。リタがこちらを疑い始めた時から誰かが裏で糸を引いているとは思ってた。リツ社の小娘め、本来なら無関係でいられたというのに。やれ、や楽勝だよ。風を起こした。よっ、はい。この力で誰か。準備できたよ。全員戦闘に入れ。奴らを取り逃がすな。ロックとアンドローで、審判の時は来た。前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。分かった。前に進もう、前に進もう。分かった。ここは私のホームグラウンドだ。出口はあの向こう側に。エオス号緊急着陸支援、応答せよエオス号。
私が相手できるうちに早く入って。ごめんなさい、キアラさん。最後に処理しなければいけないことができてしまいました。メイドの本職はお掃除ですからね。エオス号自動操縦機能起動、行動コード掃除、目標は現在座標位置。結果はどうだ。天命の女が輸送艦を工業エリアへと落としたせいで、ここ一帯は大騒ぎになってる。生きているのか。死体は見つかってない。そういう子供騙しの芸に騙されてはあるまいな。ここから10時間、天命の軍隊があんたをバラバラにするまでの間に挽回をするチャンスはまだ残されている。失敗をすればどうなるか分かっているの。私の欲しかったものが残されている限り、実験は予定通り開始する。勝利は蛇にある。あんた冷たそうに見えるけど、感情に任せて行動するタイプだね。あれ？まさか自分がしたことのせいで死傷者が出たからって思い詰めてないよね。あんたがまたバカなこと考えないように一応教えておくよ。あんたが連れてきた人たちできるだけ助けといたから。安心してください、キアナさん。意味もなく犠牲になるつもりはありませんから。敵の数と配置を見る限り、この都市から脱出しなければいつ殺されてもおかしくない状況でした。時間を稼ぐため共倒れしたと見せたかったのです。それで騙せると思うの？この騒動を隠蔽しようとすればそれなりに頭を絞る必要があります。たとえ騙せなくても相手の意識をそらすことは可能です。ヨルムンガンドが私たちの行方をつかむ前に。